いたずらに乱すボングどもを滅せ。全軍二手に分かれて城を包囲せよ。おしり、おしりは牢城の構えの場所だ。無意に出てこないことがなさそうです。収穫増援、おしり何か手は打ってくるはずだ。皆気の手が読めぬうちは慎重に軍を進めよ。要所に向かって進軍を開始します。遅れないようにしてください。次はないぞ、死ぬ気で守れ。援護は必要か。まったく世話が焼ける。文金阿公、文次賢、いざ参る。文王だ、文王が来たぞ。接近中との情報あり。五の増援に東軍を牽制されてはやっかい。直ちに東軍を再開し城を包囲し、城を貸してくれ。待て、それでは包囲中に攻撃されよう。敵が奇襲に使った道を遡る。吸収するぞ。皆力を貸してくれ。また文金の息子でしたね。元気だな。あの愚直さ、文金とは正反対の性質だな。父の強力さを知れば容易に離反しよう。みんな動揺するな。崩れなければまだ挽回できる。文次賢、あらゆる力を貸してくれ。全軍慎重に対処せよ。
今敵を攻撃すれば挽回できます。どうか私を出撃させてください。ならん、私は最後の切り札だろう。その時まで見直してきてくれ。いつがその時なのです。このままでは勝てる戦は。惜しい、
前に何を見ます。保証する。投降せよ。このまま抵抗しても死ぬだけだな。俺は投降するぞ。もはやここまでか。敵の粘りをここまで。行け、皆自分の精鋭たちよ。武をわきまえぬ愚か者め。将、こやつをどうする。なあ、まずこいつらの言い分を。諸断あるのみ。そうですね、しばし殿。カジュ、お前連れて行け。史上、上に立つ者は決断しなければならない。時に苛烈でも非情でもだ。進む道を見据え、考え、答えを出せ。のらりくらりしていられる時間はもうお前にはない。乱を起こす。父は道を外していました。ですが私にはそれを正せなかった。私にとってはかけがえのない父でしたから。この私にも諸断を。今回のことは許されることではありますまい。お前は自分でそれが分かったんだろ。なら命を投げ出そうとするな。俺たちと一緒に来ればいい。はっ。これが俺の答えだ。